ユリアン・セミオーノビッチ・セミオーノフは、ソビエト連邦を、ロシアの小説家、推理作家、スパイ小説作家、男性、モスクワ生まれ、ソ連切手のベストセラー作家であり、また政治ジャーナリストとしても知られた。ソ連の初期長にもなったミハイル・ゴルバチョフの友人であり、古問でもあった。1931年、モスクワに生まれる。父は、ユダヤ系の政治家、記者、 母は、ロシア人。モスクワの東洋学専門学校で、アフガニスタンの言語を専攻し、卒業後、モスクワ大学歴史学部東洋科の講師となる。1955年より、ソ連の大衆誌、アガニョークの記者となり、ソ連各地や国外を歩き回り、シベリアや北極にも赴いた。ジョン・ F ・ケネディアホーチミン・シェゲバラにインタビューしたこともある。1958年、 文学雑誌、ズナーミアに短編シリーズ、地質学者ラビニナの5つの物語を発表した頃から本格的に作家活動を開始し、翌1959年にはロシアの東洋学者の悲劇的な生涯を描いた中編小説、外交官で注目を集めた。1963年にはモスクワ警察の3人の刑事が強盗事件を捜査する。 警察小説、ペトロフカ38を発表し、一躍人気作家となる。この作品は発表後しばらくして本人により、儀曲化され、モスクワの劇場で上演され、人気を博した。後の映画版のシナリオも、セミオーノフ本人が手掛けている。ペトロフカ38の成功によりセミオーノフは、警察の記録保管所に出入りできるようになり、また、 刑事の実際の捜査に同行することも許された。セミオーノフはその後も、ペトロフカ、38に始まる刑事コスチェンコシリーズや、ソ連の諜報部員、スティルリッツを主人公とするシリーズなど、推理小説、スパイ小説を書き続けた。1986年には、メキシコの推理作家パコイグナシを対母にセイラと共に、国際推理作家協会を設立。 日本では、飯田のりの翻訳で、前述の、ペトロフカ、38が、早川書房から刊行されており、その関係でセミオノフは、日本の早川書房を訪れたこともある。他の日本語訳に、スパイ小説、春の17の瞬間などがある。春の17の瞬間の、役者跡書で、ユリアンセミオノフ、タスは、公表を承認された、が、 角川文庫より金刊とされているが、実際には刊行されなかった。ロシア語で執筆。未役作品の日本語タイトルは、飯田のりかず編、ユリアンセミウの不著作リスト刊末に従う。ソ連の諜報部員、スティルリッツのシリーズ。モスクワ警察の刑事コスチェンコのシリーズ。KGB の大佐スラービンのシリーズ。ジャーナリストのステパノフのシリーズ。ソ連の政治家。 フェリックス・ジェルジンスキーを扱った小説、ありがとうございます。